この度はお忙しい時間をいただきまして大変申し訳ありません。合わせまして遠方から来られている皆様にも重ねてお詫び申し上げたいと思います。本来ならばもっと早く皆様が前に出てお話しすることも考えましたが、気持ちの整理と事実関係が少しでも明らかになってからと思い、このような時期になってしまいました。そして私自身も一緒に暮らしていた者として事情聴取と検査を受けなければなりませんでしたので、そして先ほど事情聴取終わりましたので、そのご報告も合わせて皆様に貴重なお時間をいただいた次第です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まず最初に、ご主人が逮捕されたというのそのことを聞いたときはどんな感想をお持ちでしたか。本当に冗談かと思うほどに実感はありませんでした。一緒に逮捕されている磯川容疑者がいるんですが、はいはい、同じ、教会をやったりして、はい、なお繋がれているんですけど、はい、高島さんは面識はあったんでしょうか。友人から10年くらい前に友人の友人としてなんか紹介をされて会っているらしいです。ただ正直、はい、10年前だし、その一度だけなので、それから先はお付き合いがないので、お名前もなんかいわゆるそのあだ名のような感じで呼んでましたし、その三条会員っていうことも私正直お店のことに関してはほとんど名前とかぐらいで関与していませんでしたので、正直全く分かりません。ご主人と仲がいいということもご存じなかったですか。全く彼女の存在自身も本当になかったものですから。今思えばということで、そのご主人が例えば覚醒剤を自宅でも使用していた、あるいは、外で様子が変だとか、そういうことは気まつかれたことはありませんか。いや、本当に本当に分かりませんでした。なんか汗をかくとかいろんなことがあるようですけれども、汗をかくということに関しては私も汗をかきます。やっぱりそれで結構いろんな方に言っても一言で加齢とかいうことでそういうもんだからと思ってましたので、その汗をかくとかいうことでいうよりも、私の中にそういう薬関係のことが起こるということ自体がもう想像もしたことがなかったので、知恵をかけてね、夫婦として、はい、例えば日々一緒にいらしたり、あるいはその変化、何らかの変化っていうのはなかったんですか。それも全く気づきませんでした。もともと彼は喜怒哀楽というか、そのものすごい感情が豊かな人なので、怒るときは怒るし、泣くときは泣くし、もう楽しいときにはっていうところが、もう結婚当初知り合ったときからそういう人でしたので、例えばそれがいわゆるそういう兆候だったというふうに言われてもわからないですね。それを出会ったときからということですね。もう基本的にそういうなんか分かりやすく言うと明るい人なんですよ。なのでその意外とどちらかというと明るい、常になんかもうよく喋るし、情熱的というか、もう一つの、要するに曲がったことが嫌いじゃないけれども、なんかそういうところで熱い人間だったので、高島さんのお父さんの介護をやるということが、はい、
まあ、芸能界を辞める一つの大きな理由というのが伝わっているんですが、はい、実際はいかがだったんですか。あのその件に関しましては、うん、私は彼から、うん、あの父の介護で辞めるということが一言も聞きませんでした。どういうことか、あの彼自身がもうお店自体はあの5月に横浜店オープンいたしましたけど、はい、あのもう7年8年という長い年月お店をずっとやってました、うん、なので、その要するに彼にはやりたいことがあるわけですよね。それでいわゆるそう一緒にあのどなたかと組んでお仕事をするにあたって、うん、あのいわゆる彼の性格的に芸能人が片手間にその商売をやるということが、うん、まあ、いわゆる相手にとても失礼だと。だからまあもうやっぱり二足のわらじを履くことは僕じゃ要するに自分には合わないと、うん、やっぱり相手に対する礼儀としてやめると、もう彼の意志は強かったです。じゃあ報道でね、はい、その介護のためにやめるということが、うん、まあ、言われてました、うん、聞いた時にはどんなふうに思われてたんですか。あの彼にとってあの介護というのは私の認識ではもう当たり前のことで、その、うん、要するに介護というのはあの私結婚してから結構すぐのことだったので、まあ、私を見てきた中で家族が協力をしてやることは当たり前で、しかもあの手伝うことは当たり前だから、介護のために仕事を辞めるってことは私には考えにくいことでした。だから彼の言ってることをそう私は信じました。で、あのそうですね、実際に確かにもう十数年という長きにわたってやっているものですから、あのたくさんの方の力を借りまして、今はこうシステムのようにあの父親を支えてくださる皆さんがいるので、そんなにあの一生懸命何かをしなきゃいけないということもありませんので、だから正直確かに彼がやることというのはっていうよりも私ができてしまうところも多々あったので、特にあの確かに やってることは少なかったと思います。でも今お父様の自宅の声を全く行かれてない、最初からじゃ行かれてなかったということですか。いや、そういうわけ、ただ少ないことは確かですね、うん、それは別にあの私と彼 その、まあ、いわゆるスケジュールが合わないので、私はもう自分のタイミングで父親に会いたい時には帰るの であとやっぱりヘルパーさん、あとあの関わってくださる皆さんとコミュニケーションをしなきゃいけないということがあるので、2人のスケジュールを合わせるということはあの大変だったので、基本私のスケジュールに合わせて行っていたので、彼がそれに来るということは確かに少なかったです。ただやってくれたとしたら、最近で言うならば、あの私が地方にあの行っている時にどうしても重要な決断をしなきゃいけない時は、あの彼に代わりに病院の方に行ってもらって、あのお医者様たちとお話をしていただいたということは、これは事実です。以前から以前から離れていたとか、最近そのあまり話をしてないといったことはありませんでしたか。あの正直ないんですね。あのあのまあ、変な話、あの同志のように、うん、親友のようなあの気持ちでいたので、どちらかというと仲のいいと思っていたのか、うん、愛情関係と思われても仕方ないけれども、はい、知人ですというふうに話しているそうですが、はい、その言葉はどんなふうに受け止めますか。あの本当に情けない話ですけれども、まあ、女好きとも言われているんですけれど、あの彼は、まあ、いわゆる女も男も関係ないところがありまして、だからこそ何かそのお店をやっていてもこう若い従業員とどうしてもこう関係なく接するから、何か結構嫌われて、何かこう口うるさかったりとか嫌われるタイプなんですね。だからその女性がいるというようなことをもうなんか逆に牽引されてるぐらいのもう思っていたので、あの、全く想像できなかった。それだけドリフルというふうに言われておりましたけれども、おしどり夫婦というふうに言われていましたけれど、そうするとこれまでの私たちが見ていた高島さんのことを支えているのは。さんというふうに認識していたんですけど、その関係というのはどうだったんですか。あの
私はそう思ってましたけど、まあ、今回の事件がおいて彼のやったことは、うん、もうあまりにも大きな罪ですから、あの裏切りでもあれも本当に、うん、許せるとか許せないとか、うん、そういうレベルの問題でもなくって、あのこれはもう重大なことですから、その正直今実感として私の中で彼の不倫のことよりも、うん、というか彼女のことよりも、そのやっぱり絶対手を出してはいけないことに手を出してしまった彼の思いの方が今不思議で不思議でしょうがなくて、うん、今畑野さんの中で、うん、はい、そのこれから少女をどうしていこうということに関してはどう考えていらっしゃいますか。正直まだ本当にまだあの気持ちの整理がっていうところもあるんですけど、今はあの妻としての責任はあると思ってます。あの気づかなかったとか知らなかったとか、もうそういうことを大声で自慢できることでもなく、本当に皆さんがなんで気づかなかったと思うのは本当に当然のことだと思いますけど、本当にわからなかった。でもそれに対してやっぱり今後妻としてのやっぱり責任とか、彼が深く反省してこれからどうやってあの一からというか、その、まあ、マイナスからですね、こうちゃんと構成して人生やり直していくかっていうことを見極めたいとも思いますけれど、ただあの今私を支えてくださる大勢の方がいまして、その方たちもまた私が裏切ったり悲しませたりとか、そういうことだけは絶対したくないです。離婚という形は考えられないってことですか。いや、そういうことではなくて、あの、まあ、それもその中の一つで、うん、私が自分のために自分を守ってくださって支えてくださる方のためにそういう決断をしなければいけないということも一つ、ちゃんとしっかりと今現実を見て、今後の彼の動向を見て判断しなければいけないことはあると思います。今回ね、はい、2つの妻にとっては2つの裏切りですよね。あのあまりにも突然来てしまったので、あの本当に、まあ、ただ悲しいとしか言いようがないんですけれども、なんかショックというよりもやっぱり今はあのとにかく私自身があのしっかりしてあのやるべきことをしっかりと最後までやる。今日事情聴取があったと聞いたんですが、はい、差し支えない範囲でその中身を教えていただけますか。あのそれに関しましては、はい、あの今本当に捜査中です。やっぱり麻薬取締官の皆さんから、うん、あの内容に関してはやっぱりコメントは控えていただきたい。検査しました。医療検査、はい、結果は出ました。結果はまだあの数日後だと聞いています。尿検査ということですか。そうですね、はい、今かかるということです。はい、今ご主人にかけたい言葉っていうのはありますか。あのとにかくあの彼自身も自分がどれほどのことをしてしまったかということをしっかり理解してほしい。そして、まあ、普通に隠さずじゃないですけれども、その反省の証として言えることはちゃんと捜査官の方にちゃんと協力をして反省をしてほしい。そして更生していく中で
頑張ってほしいと思って。お父様にはそれは報告されたんですか。お父様には今回17年間の結婚生活あって、ここまでのひどい仕打ちといいますか、辛い思いをさせられたっていうことに関していかがでしょうか。いや、辛いというか、本当に私はある意味、はい、疑いもしなかったし、うん、楽しく夫婦生活をしていたつもりなので、本当に実感がというか、湧かない今そういう心情です。もう一度、もう一度、お父様は何ておっしゃいましたか。すいません、父には内緒にしております。はい、ヘルパーさんにお願いして一応そのあたりは父に伝えないように。父自身がどこまで理解するかという今病状ではあると思うんですけれど、もうこれ以上は、最後に高橋さん、最後にご主人に会ったのはいつで、その時はどんなお話をされたんでしょうか。どのような表情されてましたか。最後ですよね。本当に結構今長く東京離れてましたので、本当申し訳ないですけど、最後どうだったっけな、なんて思い出せないですね。いつだったんだろう。京都に出る直前、そうですね。ごめん、ちょっと私ちょっと長く京都に行くからって言って、うん、そういう話でした。はい、ファンの方が本当に心配されてると思うんですけども、最後にファンの方にちょっとメッセージをお願いできますか。心から、本当に心から皆さんの方が励ましてくださいましたので、皆さんのためにも今回しっかりと向き合って乗り越えたいと思います。皆様が私を支えてくださったことにとても感謝しておりますし、裏切らないように、楽しませないように、大人の判断をいたしたいと思いますので、申し訳ございませんでした。体調はどうですか。はい、私は元気です。はい、大丈夫ですか。高橋さんと過ごされていたこと、これに関して、後悔というのは一切ないというふうに考えていますか。今、そういう実感は、やっぱり自分で決めた結婚でしたし、本当に、そりゃ普通の夫婦喧嘩もありますけれども、意外とそういうことで言うならば、結婚する前の方がもう散々戦ってきたので、結婚してからはその後そんなに大きな喧嘩というものはなかったんですね。だから今後悔というか、まだ一応今結婚まだ妻ですから、そうですね、彼をどう支えるかしっかりと考えていきたいと思います。ありがとうございます。頑張ってお仕事を続けてらっしゃるというふうに伝わっているんですけれども、はい、周りの方はどんな言葉をかけてくださってますか。そうですね、そういうことにあまり触れないようにしてくださるのがすごくありがたいです。本当に本当に今のドラマに関しましては、責任を持って努めていきたいと思ってますけれども、それよりもこうやって守ってくださっている皆様に対する感謝の気持ちの方が今は強いので、はい、どうもありがとうございました。どうも頑張ってください。ありがとうございました。すいません、本当に申し訳ございませんでした。